しっとるね学ぶくん、かたまなぶくん、おはようございます。おはようございます。しゅうかさん、はい、お元気ですか？元気元気よ。例えばいや、急に例えばって言われてもないけど、どんな元気なんですか？いや、そんな具体、いや、まあまあ全体的にこう、なんかこういいよって感じです。なんか楽しいことしてますか？楽しいことね、なかなか。まあでも梅雨明けたからね、ちょっとこう夏に向けてやりたいよね。何を？だからそれはちょっと考える時間ちょうだい。うん、考える時間を。やっぱりアドリブ弱いですかね。そうね、っていうかよく今日こうやって振り向くね。それでは今日はこちらです、どうぞ。今日は熊本水検定について調べなんてたい。熊本水遺産、僕は遺産方です。まなぶくんがやってきたのは水保全課。案内をしてくれるのは、青汁をカフェオレに混ぜるなどちょっと変わった味を楽しんでいる吉本さんです。それそれなんですけどね、熊本水検定って何で学ぶもん学ぶ。熊本水検定とは、熊本市が2008年度から毎年実施している全国初の水に関するご当地検定で、1級から3級まであります。昨年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で実施を見送りましたが、今年度は2年ぶりに実施することにしました。なんで始めたと？まなぶくんも知っている通り、熊本市は水道水の 100% を地下水で賄っているという全国でも貴重な都市です。熊本の宝である地下水の成り立ちや課題、水に関する文化などを楽しみながら知り、地下水の保全や地下水都市熊本の魅力づくりにつなげていくことを目的に始めました。僕も参加できるとね。受験資格に年齢の制限はありません。また国籍なども問いませんので、どなたでも受験ができます。今年度は新型コロナウイルス感染症対策のため、会場での試験となる1級と2級は実施せず、郵送またはインターネットのどちらかで試験を受けられる3級のみの実施となります。インターネットでの受験方法は今年度が初めての試みで、これまでより参加しやすくなりました。試験は今月7月1日から始まっており、10月31日まで実施しています。今時の小学生は忙しかけん、ただでは動かんけんね。今年度は合格者の中から抽選で地下水を育む田畑で栽培された農畜産物などをプレゼントします。エコメ牛のお肉やお米など合計130人に当たります。僕の実力を見せてあげるけん、例題をどうぞ。3級の試験問題は3つの答えの中から1つを選ぶ3択問題ですが、まなぶくんには3択なしで答えてもらいます。それがいい。熊本市の水道水はその 100% をあるもので賄っています。丸に入る3文字は何でしょう？わかりました、まなぶです。もうやる気ない。正解は地下水です。続いて熊本市の上下水道や地下水の大切さを学ぶことができる施設の名前は水の何でしょう？水の呼吸一の方ブラボ。正解は科学館です。3級の試験はテキストブックを見たりネットで検索して回答ができますので、気軽にご参加ください。まなぶくんもぜひ参加してくださいね。はい、まなぶ検定を作ってくれたら考えます。あ、いいですよね、この検定ね。そうね、ネットで検定受けられるっていうのはね、いいですよね。家族で子供と一緒にやってるのもね。そう、しかもあの受けて合格したらその中でまた商品もらえるなんていいじゃないですか。そうですよ、ね、熊本市に住んでる子供たちも水の大切さ分かってもらいたいですもんね。あのひょっとするとこう夏のほらなんかちょっとしたね、あの宿題のこう調べ物でいいかもしれませんね、うん、例えばいや水についてほら研究とか出せたらいいじゃないですか。へえということで、また来週です。ありがとうございました。